今回は読めば読むほどに意味がわからなくなると言われる一作、スポーティングソルトの紹介だ。読めば読むほどに意味がわからなくなる？ああ、あらゆるベクトルが異次元方向に突き抜けており、ネット上でははちゃめちゃや尻滅裂、奇想天外といった単語とセットで語られることが多いんだ。それは気になるじゃない。一体どんな内容なのか見ていこうと思うぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。スポーティングソルトは、2014年から15年にかけて週刊少年ジャンプにて連載された、久保田悠人先生によるスポーツ医学漫画で、全18話、単行本は全3巻となっている。久保田先生は2007年に週刊少年チャンピオンにて新人漫画賞奨励賞を受賞。その後、ジャンプ系列の新人賞の最終候補に数度ノミネート、佳作受賞を経て、本作で連載デビューを果たすんだ。スポーツ医学って変わった題材ね。そうだぜ、スポーツや医学漫画はたくさんあるが、スポーツ医学にスポットを当てた作品は珍しいな。では早速ストーリーを見ていこう。本作の主人公、塩谷博之。現在は高校2年で、夢は日本一のスポーツドクターになることだ。日本一とは大きく出たわね。彼は中学からアメリカに留学しており成績もトップクラス。高校生には特例となる医学に関する許可証をいくつも所持している天才で、日本一を目指しても不思議ではないんだ。加えて一目見ただけで相手の身体的特徴を見抜く能力を持っており、偶然出会った小学生の運動音痴を解決し、徒競走で1位に導いたり、またある時は瞬時に姿勢の癖を見抜き、改善させることで本来の力を発揮させるなど、選手の力を見抜き、強を加えるように持ち味を引き出すドクター、スポーティングソルト、の名前通りの活躍を見せるんだ。変わったタイトルはそういう意味があったのね。そんな彼がスポーツの名門立花港高校にスカウトされ日本に上陸。生徒会長の松本静香が掲げる、86の部活すべての全国大会優勝の目標をサポートすることとなる。こっちはこっちでスケールがでけえ。ここから塩谷の知識と能力を駆使したスポーツ×医学の物語が始まるんだ。読めば読むほど意味がわからなくなるとか尻滅裂とか言ってたけど、学園もので面白そうじゃない。まあそのあたりは後ほど詳しく触れるとして、まずは本作の魅力を紹介していこう。魅力一つ目は、題材が斬新な点だ。スポーツ単体や医学単体の作品はたくさんあるが、スポーツ医学をテーマにした珍しい本作。ドクターゼロスやスポーツドクターといったスポーツ医学を扱った作品もあるんだが、そのどちらも主人公が元スポーツ選手で、引退後にドクターになるストーリーなのに対し、本作の主人公塩谷は現役高校生という点が大きく異なる。この点について読者からは、ひと塩加えるだけで味が変わるのをスポーツ医学というテーマに応用したアイデアは面白い。題材が変わっていてチャレンジ精神を感じる。といった意見が見られたぞ。珍しいジャンルだと展開が読めないから新鮮さもプラスされるわよね。さて続く魅力二つ目は、主人公の特殊能力だ。スポーツ医学の知識だけではなく、見ただけで相手の身体的特徴を見抜く目を持つ塩谷。ストーリー紹介で触れた小学生の徒競走や、姿勢の癖を見抜いて改善する他にも、サッカー部エースの塩不足を察知したり、強健くんの筋肉の声を聞いたりと、いろんな場面で能力を活かしたサポートをする。姿勢や筋肉はなんとなくわかるけど、塩不足なんかも見抜けるのね。ああ、塩谷に見抜けないものなんかはないんだ。タイトルのソルトに始まり塩谷という名前、塩不足の話などなど、先生の塩に対する並々ならぬこだわりを感じざるを得ないところだ。そんな特殊能力を付与することで、少年漫画らしさに一役買っているとも言えるぞ。さて斬新なテーマに特殊能力を掛け合わせた本作だが、18週で打ち切りとなってしまう。続いてはその理由を見ていこう。まず一つ目は、登場人物に感情移入しづらかった点だ。主人公塩谷、成績優秀に加えて能力持ちと、ジャンプの主人公像としてはあるあるなんだが、異常なまでの筋肉大好き野郎で、お筋肉よ、ここに留まれ、君は何よりも美しい。と赤の他人に力説したかと思えば、スポーティーな女性の足に駆け寄ったり、なんなら実際にスリスリしたりと、気功が目立つんだ。なんとかと天才は紙一重というやつかしら。まあシンプルな天才×特殊能力持ちだけだと少々鼻につくため、性格面でバランスを取る手法なわけだが、このあたりの配分は難しいところだな。問題解決した際に、スポーツ医学なめんなよ。という1ページ全図解セリフが彼の決め台詞かと思いきや、たった一度しか登場しなかったりするぞ。完全に予想外。個人的にはマッチョな人を見て、
筋肉だー。と絶叫するシーンは面白かったな。いや、人を金銭意図して見るんじゃねえ。続いてはヒロイン枠となる静香。生徒会長なのに腕章には女王様と書かれており、大の目立ちたがりや。まあそれだけならありがちな設定とも言えるが、自信を失ったレスリング部員に自信を取り戻させる話では、ちびっこレスリング教室に殴り込み、こいつらなら一瞬で倒せる。子供を倒して自信回復よ。と耳を疑う発言をさらっと言ってのける彼女。なんちゅう卑劣な、というか高校生が子供に勝っても自信回復しない気が。まあ負けと認めない限り負けではないという無敵理論で強引に問題解決してしまう静香様。賛否は分かれるところではあるものの、まあなんだか知らんがとにかくよしだ。さて続いては狂犬こと内柴誠。この学園には部活動での成績や校内での影響力を含め、生徒たちの投票によって決まる立選なる順位が存在。内柴は帰宅部でありながら立選3位という高ランクに位置しているんだ。部活してないのに3位？校内での影響力、つまり腕っぷしだけでその順位となっているんだ。何せ彼の身体能力はバグっており、複数人相手の喧嘩も楽勝で、なんならズブの素人ながら全国4位のボクシング部もワンパン KO だ。やべえな内柴。これは大きな力を発揮する白金の量が多い体質によるもので、作中では遺伝により受け継ぎ順動増した純白金なんて呼ばれ方をしているぞ。ただスポーツを主軸にした作品であるにもかかわらず、体質で全国4位を倒せてしまうチート感。喧嘩も絶えず狂犬の異名を持っており、このあたりから雲行きが怪しくなっていくぞ。順位に強さと確かにちょっと先行きが不安ね。お次はサッカー部のエースにして立選8位の工藤涼香。塩分型が問題とされる昨今において、医療をついた塩不足の彼女。サッカーとは関係なく喧嘩がめちゃ強という属性を付与されており、氷の量なんていう異名を持っているぞ。サッカー部に喧嘩属性は必要なのか？伏線なのかは不明だが、内柴と涼香のバトル集は後半で役に立つぞ。さてお次は大川太陽。にゃーパパパ、我こそは世界の支配者。という衝撃の登場で。あれ？いつの間にか違う漫画読んでたかな？と読者に大いなる混乱を与えた人物。にゃーパパ？だと？雨の街にがおう。俺、世界征服する。世界自然で埋める。といった名言を連発したかと思えば、いきなりの巨大よ。あれ？違う漫画読んでたかな？彼もれっきとした立花港高校の生徒で、こんな感じだが立選7位。まあ女子に泣きついたり、子供騙しに引っかかったりする姿は小学生にしか見えないがな。ただ彼の身体能力は凄まじく、屋上からダイブしても無傷だ。いやそれ身体能力とかいう次元じゃ。バスケの試合ではコイキングからギャラドスに進化。唐突にブループレイヤーというワードを爆誕させた人物だ。ちなみにブループレイヤーは造語で調べても出てこないぞ。情報が多すぎて追いつけねえ。このあたりが本作の主要キャラたちなんだが、全員癖強&ぶっ飛んでおり、いまいち感情移入できないといった意見が多いんだ。個人的には涼香ちゃんは推したいところよ。確かに喧嘩属性を除けば数少ないまともキャラだからな。さて続く打ち切り理由二つ目は、読めば読むほどに意味がわからなくなる点。そしてこれが最大の要因と考えられる。スポーツの名門高校と言われる本校だが、テニス部は弱小らしく、部室は農業用のビニールハウスだ。え、ビニールハウス？ああ、野菜とか育てるあれだぞ。強い部には空調付きの部室がある一方で、弱い部に対してはこの扱い。いくらなんでもひでえなおい。さらにラグビー部に至っては部員が一人だったりする。んと、誰かさんは全ての部活を全国大会で優勝させるとか言ってましたけど、スポーツ医学でサポート云々以前に試合できないから無理だな。しかしこれくらいはまだまだ序の口だ。テーマとなるスポーツ医学自体、話が進むにつれて空気とかしてしまう。とある話で白雪というフィギュアスケートの選手が登場。彼女の母親はオリンピック出場レベルのスキー選手だったんだが、白雪は自分を身ごもったことで出場できなかったと思い込み自責の念に駆られる。その問題を解決しようと当時のオリンピック会場、長野県まで彼女を連れて行く塩屋。まあなんだかんだで彼女の問題は解決するんだが、ぶっちゃけスポーツ医学とは無関係で終わってしまう。あ、そういえば医学関係ないわね。あと問題解決方法が全て憶測に基づく行動と、ちょっと強引すぎる点も指摘されていたな。加えて長野オリンピックでは女子スキージャンプはまだ正式種目じゃなかったと突っ込まれていたぞ。こんな感じの話があったかと思えば、木刀の素振りで皮を割る男、立花嵐が登場。この感じは絶対そうよね。ああ、お決まりのバトル路線に突入だ。
丸腰の評価相手に木刀で殴りかかる嵐、どこぞのチンピラかと思いきや彼も学園の生徒で、なんと剣道部主将にして立選ランキング2位の実力者だったりする。ということで評価の喧嘩属性がここでちょっぴり生きるぞ。そんなわけでバチバチのバトル路線に突入、スポーツ医学が空気と化してしまうも尻滅裂展開は続き、女は嫌う。という武士道精神っぽい発言をしたかと思えば、足を潰すくらいはいい。と完全に独自理論で突っ走る嵐。武士道の風上にも受けねえ。その後はお約束の内芝と戦う流れになり、木刀が折れるほどの突き技にガラスも粉砕。ガチの、試合じゃねえか。慌てて止めに入った静かに対し、邪魔すると女でも切るぞ。とあっさり前言撤回。もう何も喋るんじゃねえ。このバトルで追い込まれた嵐はなんとサングラスを使った突き技を披露。え？サングラス？一瞬おふざけに見えるも本人は至って真剣、相手の心臓めがけてガトツを繰り出す。この演出に度肝を抜かれた読者は数知れずだ。斬新すぎて何も言えねえ。あれこれ破壊しまくり、下手すると人命まで奪いかねない大暴れをしておきながら、定額のみというライトな処分で一件落着、名門学校と呼んでいいのかわからない立花南高校。そもそもそんな危険人物を在籍させておいていいのか問題。他にも色々あるが、設定からキャラ、路線変更とどこをとっても突っ込みどころ満載すぎる本作。このあたりが読めば読むほどに意味がわからないと言われるゆえんなんだ。うむむ、確かに色々と色々ではあるわね。その他の意見としては人体の歪みや構図のわかりづらさを指摘する意見も見られたな。例えばこちらのコマ、なんだかくねくねしてるように見えるわね。他にもパーツのサイズ感がおや？となったり、静かの毛量がボリューミーすぎたり、徒競走の場面では後ろのやつが変な場所を走っていたりと、気になる部分はちらほらあるんだ。あとバトルシーンでは、躍動感がなく何をしてるのかわかりづらい。といった意見もあったな。そう言われると確かに動きは感じにくいかも。とまあこんな感じで異次元方向にベクトルが突き抜けてしまい、打ち切りとなってしまったんだ。しかしその潔いめちゃくちゃっぷりで一部ではコアなファンを獲得したとも言われているぞ。私もなんだかんだ続いてたらどうなってたか気になるわよ。一応三巻の書き下ろしで本編で登場しなかった生徒会のキャラなんかは登場するぞ。これまた一癖も二癖もありそうな。個人的には登場回数は少ないが、生徒会初期の椿の活躍がもっと見たかったな。本作が連載デビュー作の久保田先生。その後2024年に漫画ふるさとの偉人という作品の作画を担当していたりするぞ。スポーティングソルトを知ってる、気になったって人はぜひコメントしてくれると嬉しいぜ。記憶に残った場面やお気に入りキャラなどなど、何でも教えてほしいわ。最後までご視聴、ありがとうございました。